EMU500 型電車は台湾鉄路管理局の交流電車で東部幹線、西部幹線の電化区間で運用されている。EMU500 型は従来の通勤電車より輸送能力、加速性能を向上させることを目的として導入した車両である。韓国、大宇宙構成で1993年に発注。 1995年から1997年に順次86編成が導入された。伝送品はドイツのシーメンス製である。この車両の導入により、当時バスに奪われつつあった通勤客を取り返すことに成功し、大鉄の収支をある程度改善させることにつながった。2001年、大宇重工がロテム社と統合されて、以降、 車両の補修用部品が調達困難となったため、整備性が極端に悪化した。故障のため、台車運用されることも多い。2015年3月以降、台北運転所、新築運転所、消火運転所、火曜市運転所、火錬運転所に配置され、主に区間車として運用されている。編成図内装客用扉には、挟み込み防止の安全装置が備えられており、 もし人が挟まれたりして、扉が閉まりきらなかった場合には、電車が発車できないようになり、車掌の紹介非操作の後完全に扉が閉まるまで、発車ができない。車内のトイレ個室内に設けられた蛇口は、観応式となっており、蛇口に手を差し出すと、自動的に水が出るので、衛生的である。EMU400 型と同じように、車椅子スペースがあり、安全ベルトで、 車椅子を固定できる。また電車とホームとの段差があるため、扉付近に渡し板が用意されている。後継者の入札が遅れたことと、現行形式の故障が多いこと、台中市内や高尾市内での新駅を中心に、ホームのかさ上げが進んでいることから2015年以降に、全編成を対象として、ドア付近の段差解消や、LED の旅客案内装置追加の改造工事が、 施されている。平日菓県では長らく台湾高速鉄道の県内延伸や新材駅での新材接続改善を要求してきた。蔡英文政権発足後の公共インフラ投資事業である前線基礎建設計画において全社は実現可能性調査の対象となり、校舎も高鉄延伸計画が実現した場合でも開通には長期間を要することから、 それまでの一時的な対応としても必要性が高まり、客室設備改造に中央政府の予算が投入されることになった。平日が支線を走行する統計式15編成60両は大幅リニューアルされる。落成した改造車第1編成は、有価編成として2018年9月3日より平日が支線内の区間車に 高尾市内において新駅が開業する2018年10月改正後は、公平館の時短のため増発となる区間会車に優先投入される。外装は2019年に平東県で開催される台湾ランタンフェスティバル仕様となっている。2019年6月までに対象全編成の改造完了を予定。その後、リニューアル車の評判が良いことから、 残りの編成と EMU600 型に対しても同様の改造を行うことを決定し2021年に入札を実施し6年以内の完了を目指しているこれらの改造に加え統計式の故障率が高いことから63編成252両を対象に伝送品も更新する2018年6月の7度目の入札において 台湾企業のシリン電機がカフやボンバルディアトランスポーテーションの海外税を破って受注した。シリン電機は三菱電機が21%の株式を保有する関連企業であるため制御装置はシーメンス GTO から三菱イベット VVVF インバータ制御へと更新された。また発電ブレーキを改正ブレーキに変更し、これに伴い屋根に設置されている。 抵抗器を撤去している。一編成は2019年末に、残り全数も2023年内に更新を完了する予定。品の鉄道色のラッピング列車大鉄と品濃鉄道の有効提携締結に伴い EMU533 編成に品濃鉄道食仕様を施したラッピング列車が運行を開始した。 期間は2019年1月19日から約3年間。ありがとうございます。